はい、こんにちは、高橋です。今日はね、 Wi-Fi の話をちょっとしたいと思ってるんですけれど、 Wi-Fi スピードめっちゃ大事じゃないですか。で、もうね、何年もそうなんですけれど、いや、なんか遅いな遅いな、もうこの会社も、あと自宅も、もうどっちも、なんで、なんかこう僕が契約しているというかね、まあそもそも Wi-Fi ってそんなもんなのかなみたいなね、っていうのをいつも感じて、もうこの数年間ずっと暮らしてました。で、今回ね、めっちゃ早いの見つけたんですよ。それをね、まあご紹介したいと思うんですけれども、まあ、早速なんですが、これです。じゃん、こちらソニーさんがやってるニューロ光ってやつです。ニューロ光、聞いたことあります？これね、うちの息子に教わったの、 YouTube で見て知ってんだかなんだかで、このボックス、これが届いたわけですよ。で、僕の場合は今まで、例えばね、じゃあこの会社から行くと、NTT 光が普通に Wi-Fi 飛んでます。めっちゃ遅い、めっちゃ遅い。で、めっちゃ遅くて、今年 Zoom やらなきゃいけなくなったわけじゃないですか。で、そのめっちゃ遅いのだと本当に調子が悪いんで、ブチブチ切れちゃうわけですよ。で、ソフトバンクの、よくほらコンセントにぶっ刺すソフトバンクエアーってやつ、あれを追加で手に入れました。まあまあ早いんだけど、もうね、いずれにせよソフトバンクさんの Wi-Fi も、NTT さんの Wi-Fi も夕方の5時ぐらいから、夜中の12時ぐらいまで、まあ、そこが一番ほら回線が混み合うわけですよ。みんなが会社から帰ってきて、ネットいっぱいつなぐから、その時間帯ぐらいに、僕の場合はこう Zoom を使ってセミナーやったりとかやったりすることがね、あったりするので、これやばいわけですよ。で、なんとかなんねえかなってやって、ソフトバンクさん追加したのに、ソフトバンクさんもどうしようもなかったっていう。で、なんかないかなと思ってたら、うちの子供が、パパ、ニューロ光っていうのはどうやらやばいらしいよっていうので、これに切り替えたんですよ。でさ、このちょっとこれ見えるかな、こっちじゃなくてこっちがいいみたいです。で、僕もラッキーなことにこっちが届いた。こっち、ゲームとかやる人たちもめちゃめちゃ、あのほら、速度を気にする人たちじゃないですか。みんなね、こっちをリクエストするらしいんですよ。だけど、あんまりなんかこう選ばしてくれるわけでもないらしいんですけれど、やっぱりね、まあ、一応リクエストされたりすると、まあ、この辺からね、こう持っていくみたいな感じらしいんですよ、工事の人たちが。なので、これの在庫が先になくなっちゃうね。縦置き専用のやつなんですけど、こっちはね、横でも縦でもなんか置けるんですよ。だからね、こっちの縦置きのやつありますかって一応これね、聞いた方がいいですよ。聞いた方がいい、確認、一応ね、もし選べるんだったら。で、実際にね、じゃあどのぐらい速いのかっていうのを、あのスピードチェッカーを使ってちょっとね、確認をしてみたいと思うんですけれど、さあ、いきますよ。fast.com、ほい、せーの、ポチ、これでもう今つながってます。どんどんいきます、いきます、いきます、いきます。あ、でもなんかちょっと伸び悩んでる。今ですね、2時ちょっとぐらい前ですね。でも伸び悩んでても 570Mbps、これ出てるわけですよ、出てるわけね。で、一応ね、ニューロさんのホームページには2ギガまで出るって書いてある。まあ、2ギガなんかまあ出ないんでしょうけれど、じゃあちょっと電波変えてみますよ。この時間だとでもあんまりあれかな、ダメかな。この時間だと割と空いてる時間帯だから、ソフトバンクでも NTT でも早いかもしれない。せーの、これ今ね、ソフトバンク、まあ30ぐらい出てますよ。で、次 NTT 光いきます。せーの、ドン。おー、まあまあいきましたね、58。まだソフトバンクが一番ダメだった。で、 NTT 光に、で、さっきのがもうダントツ一番じゃないですか、ニューロ光が。で、これが、まあ、このぐらい出てれば Zoom で生配信したりするのとか全然楽勝なんですけれど、
大体、もう5時過ぎてくると、これがねソフトバンクさんと、NTT 光さんは1出ないです。1以下もう1Mbps を下回ってくるので、もうそうするとね、もうインターネットがもうほぼ繋がらないに等しいぐらい、これひどいですよ、生配信でそのぐらいの速度になるって。だから YouTube の結構いい高解像度の動画を、映画をね、ちゃんとヌルヌル見ようとすると 20Mbps ぐらいが必要なわけですよ。だから今の時間だとソフトバンクも NTT もクリアしてたんだけれど、まあ夕方になると1出ないわけですからね、終わってる、まあ、場所にもよるんでしょうけれど、もうひどいっすよ、ひどかった。で今回今日からなんです、もうまさに今あの朝から午前中から昨日工事が終わって使えるようになって、やったらさ、さっきのもう楽勝でね、あの夕方とかもね多分出ますよ。これ実は自宅であのもう実験済みなの。もう3ヶ月ぐらい前から、自宅にまずニューロさんをこれ引っ張って入れてたんです。で夕方のもうね、その混んでる夜中のまでの時間帯、もうね楽勝で800とかね、ひどい、すごいと思う、900とかスピード出てますよ。だから本当に速い。これ YouTube アップロードするのもめちゃくちゃあのやっぱり速くなりましたよ。ダウンロードなんて今までね、なんかこう1時間ぐらいかかるダウンロードとかが、もう本当にものの数分でバーンと入ってくるみたいな、そういう感じです。もうね、だからもうとにかくすごい。これをね、あの使わない手はないですよ。お値段はね月額4980円とかだから、他のやつと大体変わんないんですよ。みんな5000円弱ぐらいでしょ、どこのメーカーさんも。だからどうせ同じ、金額払うんだったらもう絶対これの方がいい。だから僕も今ねソフトバンクとかも徐々にねもう解約を今、どんどんお願いをしていってて、ただあのなんかうまくできてるんですよね。うまくできてるっていうか、なんか嫌なシステム、あの2年縛りとかでさ、しかも解約できない時だとめちゃくちゃほらペナルティの金額が入ってくるみたいなさ、まあ、さっきもそんなことソフトバンクさんに言われましたけど、まあ、そういう感じ、まあ、ちょっとタイミングを見ながらね、いい隙で解約をかけていくっていうような、まあ、そんなような風にしていってもらうといいと思ってるんですけれど、まあとにかくでもこのニューロ光にもうしない手はないですよ。ただねすげえ時間かかります。僕もね、自宅は2ヶ月かかりました、工事に。2ヶ月ですよ、使えるようになるまで。工事2回行きました、工事で。今回、こっち会社はね3ヶ月かかりました、なんと。でこういうねビルの方のがやっぱりね、だからマンションとかそういうところ、もう集合住宅的なところのがやっぱり時間かかるみたいです、工事が大変で。でここの建物はニューロの回線がそもそも通ってなかったんで、もうね大変でしたよ。だからあの不動産屋さんのさ、そもそもビルオーナーの人の外壁にほら穴開けたりしなきゃいけないから、そういうのもなんか OK だ OK じゃねえとか、なんかそんなことをやり取りしながらとかねやってったんですけれど、で工事の回数が3回です。3回来てくれました。ニューロの人が1回、2回目もニューロの人が来てくれて、で昨日3回目に NTT が来てくれたっていう、まあ、そんなような感じでようやく開通しましたっていう感じなんで、今日の話をねこれ動画を聞いてもらって、やべえニューロ光に、変更しようってもうピンときた方はですね、速攻でお願いした方がいいですよ。3ヶ月大体かかりますので、Wi-Fi をですねめちゃっぱやにしたいと思っている、方々は今日のお話ぜひ、ご参考にしていただければなと思います。では